村田亮太選手、感動をありがとう。黒帯ワールドで中達也先生と交流したのがちょうど1年前。今振り返ると新たな感動があります。プレッシャーさえかけていれば怖くないですね。この周りをこうキューッと圧縮するようなイメージでキレググッと当てるんですか。あ、今キレるんですね。空手とボクシングの素晴らしい世界をもう一度。村田選手、ミドル級ですか。はい。そのこの階級で戦うって大変なことじゃないですか、日本人で。そう、なんかそれもよく言われるんですけど、はい、いや本当そう、私たちは思うんですけど、はい、ただやってる本人が大変って思うことではなくて、うん、まあ、マッチメイクっていうことに関しては大変なんでしょうけど、はいはいはい、あまりじゃあこれをやってる本人が大変なんです、僕すごいんですっていうと逆に価値を落としてしまうだけなんで、はい、まあそれはもう第三者の評価でいいのかなって感じですね。いや僕左のボディの打ち方、ボディですか、はい、あの試合見ててもやっぱり無意識でやっぱ出てるんでしょうけど、すごいじゃないですか。もうなんか分かんないですね、打ち方って言われても。あ、やっぱりもう自然に出てるんですね僕見てて試合前見た時に、はい、もちろんブロックもそういいんですけど、この縦の動きってなかなか普通のボクサーできないと思うんですよ、はい、で村田選手この縦の動きはすごいんですよね。だから相手がこう、はい、打ってきて、まあ、ブロックしてる間って向こうも当たってるからまだ疲れないじゃないですか。でもこれ当たらないとすごい疲れるし、はい、精神的に不安になると思うんですよ、はい、で僕らで言う間合いの取り方がすごくうまいと思うんですよね。来た時パパッとスッと入ったり、来た時スッと下がる、あれでスカ食らってるんですよ。あれはすごく精神的に向こうの人嫌だろうなっていう前試合拝見した時思ったんですけど、いや全然気にしてないと思う。意識がなくてむしろ下手だな下手だなと思ってやってるんで自分では。いや、あの縦の動きはなかなか、僕ら縦の動きがすごく多いんですけど、空手の中ですごくうまいなって僕が見てたんですけど、前の取り方が。僕空手の試合を見させていただいてて、ボクシングとの決定的な違いってこれあると思ってます、はい、何かというと、あの頭を下にする動きなんです。ボクシングって頭を下にするこういう、はいはいはい、ラッキングウィービングっていう動きがあるんですけど、はい、あれ空手でやっちゃうとないです、蹴られて終わりじゃないですか。そうなんです、顔面蹴られて、はい、だからここの競技性の違いって僕実はその、あの前後のフットワークの速さと、そこの、運動に何でしょう、運動能力というか、そこの運動量というか、はいはい、そこが決定的に違うフットワークだなと思って、うん、でボクシングってもう止まってでもこうパンチしかないんで、来たら、はい、避けて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 って上だけなんで、これ でやっちゃうスポーツなんですけど、はい、これが仮に蹴りがあったらこうやった瞬間にバーンと乗りますよ、はいはい、でなので空手の場合は絶対こうこうやってそうですね、姿勢まっすぐにしてパッじゃないですか、はい、でこっちのにまあ特化した競技で、はい、なんかそれが全くもっとちょっと違うなと思うんですよね。やっぱりボクシングって競技はこうパンチだけに特化したからこそあれだけの強さ、はい、あれだけのテクニックが、はい、できたと思うんですね、はい、だから蹴りがないからどうだこうだけど、もうそれをなくてもあり余るほどのテクニックと強さが限定したからこそそういうものができてきたと思うんですね、はい、だからその本当に顔を叩く殴るって技術はもうボクシングには勝てないと思いますね。どの顔面を殴ることに関しては確かに、あの相手の意識を要はテンカウント効かせる、一定時間テンカウント効かせる、一定時間気絶させるってことに関しては確かにボクシングはのパンチっていうのは優れていると思いますね、はあ、はい、一定期間ダウンさせるという関しては優れていると思いますちょっとこれまた余談になるんですけど、やっぱ私もそのさっき言ったボクシング仲良かったもんですから、はい、よくグローブつけてやったんですよ、はい、ふざけて。そグローブつけると全く出なくなっちゃうんですよ。やっぱグローブはグローブの技術があるんですよね。そうですか。そうなんですよ、グローブにもうつけた瞬間にもう出なくなっちゃうんですよ全然。へー、はい、あれはもうびっくりしました。そんなもんなんですか、はい、もう全然つけないんですよ、パンチが出ないんですよ。へえ。やっぱ拳の素手の感覚と全然違って、全然違います。なんだろう、あ、こうなるからかな、なんですかね、本当にもう感覚違うんで、もう自分で笑っちゃうぐらい出ないんですよ。グローブをなんか持ってきていただいてる場所じゃないね、はい、あれちょっとしてみるといいんじゃないですか。どの辺が違うのかこれは8オンスなので、
スーパーライト級ボクシングで63キロの階級までがこれのグローブで試合します ね、 そうなんですね。僕の階級になるとあと2オンス重い10オンスになりますね。ちょっとストレートの打ち方教えてもらっていいですか。ストレートボクシングの、うわ、教えるも何もな、ま、分かんないですよね僕も実はもう本当本能なんですすごい。でもそうかもしれないですよ、知ってる人は分からないって言うじゃないですか。答えバラしちゃうと、バラすっていうのはそのバラバラにしちゃうと、はい、収集がつかなくなりそうで感じがして、なんかこの例えばですけど足からなんですよ、こうなんですよ、こうですよってやっちゃうと、それを言った瞬間に違うものに化けてしまって、なんか分かる、だから説明することとかどうとかっていうと、その言葉に関した瞬間に伝わらなくなってしまうことがあって、まさしく、はい、だからこれをこう自分の打ち方をそのままこう教える伝えるってことは言葉においては多分無理。うん、はいはい、すごくわかります、はい、すごくわかります。多分これつけるやつ、いたずら好き格闘家あるあるじゃないですか絶対いたずらするっていういや全然違いますね。違います、はい。頭を振るっていう行為ってあまり空手ってないじゃないですか。ボクシングにおいてはあるんですよね。こう打ってもらったらこうやったりこうやったりとか、こういうのがやっぱ出てくるんですよねほんでバーンとか出てくるので、はいはい、この動きの違いがとても多い。僕空手とは根本的な競技性として違ってくるので、だって僕例えば空手でこんなことやったら先生の膝が飛んできて、はい、そうですね、もう次の瞬間気絶じゃないですかだから K-1 の戦いとか見ても絶対ここなんですよ戦い方が、うん、でこうやって常に蹴れる蹴れるっていう姿勢でやっていて、はい、ボクシングの上ではやっぱこうなってくるんで、この違いが競技的にはすごい。その時に、はい、ボディって怖くないんですか。ボディ考えないですね。ボディですか。はい、僕いつも試合見てあのボディ打つのにすごい勇気いるんじゃないかなと思うんですけど、例えばカウンター狙ってる相手いるじゃないですか、はい、それに対してボディ入ってくるパーンとかですか。考えないですか。はい、プレッシャーさえかけていれば怖くないですね、うんうん、プレッシャーさえかけて、はい、相手がプレッシャーかかってくれればもうこっちのもんなんで、うん、逆にこうやっぱり攻められて自分がこうアップアップになってくると、はい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 、逆に言うとどんなパンチも怖くなっちゃいますね。あ、で、まあ、できれば出させたいので、はい、プレッシャーかけて出させてダーンとかっていう感じなんで、はいはい、だからただただ攻めて打ちに行くっていうわけではなくて、こうだんだんこうプレッシャーかけてプレッシャーかけてフェイントとかかけたりして出してきたらバーンとかっていう自然に動くんですね。はい、そうですね、そういうイメージですね。はい、このプレッシャーで攻めるってそれプレッシャーさえかけちゃえば、はいはいはい、よしくさっ こっちに持ってっちゃえば、うん、はいはい、ここに持ってこられるとはきついですね。そうですね、こっちで浮いてくればいい、ね、こっちに浮いてきてくれれば浮いてくればもうこの瞬間になった瞬間に僕勝てると思うんですよ。倒せますもんね。もうこっちに相手がなってくれる。だから相手の映像とか見ててもこっちになる選手には勝てると思うんです。あ、逆にこっちですね。逆にこっちでずっといる選手はもう難しいなと思いますはあ、面白いです。映像見ててももうこっちこんな風にしている選手とか見るとあ、これはやれると思うんです。むしろ簡単、はいはい、攻略の方法が確かに序盤のラウンドはちょっと苦労するかもしれないけど、あとは浮かしてそのまま浮かして一緒ですね。バーンって当てちゃえばと思えるんですけど、はい、こっちになってる選手はちょっとそうですね、怖いです。でそれがいつも言ってる僕らって基本組み手で今言われたように浮かすっていう、気で浮かすっていう、気攻めで気で攻めて攻めてって今言われたプレッシャーで与えてこう浮かしてくるって一緒だと思うんですよ。だ浮かない選手はやっぱ強いですよね。強いです、強いですよね、はい、それを基本一本とかで浮かないようにってやってるんですよね。本当基本的な組み手なんですけども、はい、例えば僕はここからこう当たるとこからこう構えて一歩前に攻めるわけです、はい、向こうは下がって受けて反撃3っていうもう一番単純なんですよ、はい、でこれだけやってるとただでこの形をやってるに見えるじゃないですか、はい、実はこれ形も重要なんですよ。それ以上にその気攻めって言って例えばここで相手の中心を取ったりしてここで切れってやるとこう浮いてくるわけです。はい、これだと怖くないね。これが例えばこういうイメージでスッとこう入ってくると
こう浮いてくるんです。でこういうのこういう単純な動作なんです。木攻め？木で攻めるっていう。今作業体の動作としては何をされたんですか？はい、何もしてないんですけど、例えばこっち向いて、はい、こう浮いたところ、はい、そらここ届かないんです、はいはい、これをここでこうするそう届きますよね、はい、肩がうっと前に来た感じじゃないですか、はい、これもあんま怖くないと思います、はい、届きませんし、はい、これも全部がこう前に持っていくイメージそう簡単に届くというか、さあ、何をしてるんですか？これは、はい、例えばこの間合いがちょっとあるんです、はい、ここから行くのに、はい、この間合いだと別に怖くないんです、はいそはい、そうやってここの間合いをこうギューッと圧縮するようなイメージで切れググッと当てるんですよ。いつ来るか分かんないみたいな。そう相手はだん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 こう浮いてくるんでいつ来るか分かんないっていう。でこう自由に動き回ると自由に動けるじゃないですか、はい、あ、今や切れるってですねだから自由に動けない状況でこれやるからこそ自由に動けばこう簡単に受けられますよね、はい、でもこっちもだからこう例えばさっき言って床で蹴ったりするともうここで反応しちゃうんで、はい、だから蹴らないでどう動くか、あるいはよし行くぞって言うと気配出ちゃうんで、はい、だそれを隠しながらぐっと圧縮かけてそう一瞬遅れるんですよ、ね、反応は。はい、だからその気攻めっていうんです。一緒だと思うんです。プレッシャー、プレッシャー、プレッシャーで、あ、やだな、やだな。それって例えば剣道も一緒です。気攻めっていうんです。全勝のボクサーとか勢いに乗ってる選手って神がかった勢いがあったりする、はい、強さがあるじゃないですか、はい、そういうのを聞く、そういうのが出てるんですかね。出てると思います。気がこうやって、はいはい、お前なんかこう圧倒できるっていうのは、はい、絶対出てると思います。でそういうボクサーが1回でも判定の試合とかしちゃうと、あれいけんじゃないかみたいな感じになっちゃうわけですよ。挫折するんですよね。その多分気がなくなっちゃうんですよ、はいはい、マイク・タイソンはまさにそうです、うん、はあはあ、前世紀のマイク・タイソンなんかもう当たったか当たってない感じで相手が倒れるような感じだったのに、その気が判定の試合とか、うん、負けた試合で消されちゃうというか、相手がそれを感じなかったという、うん、そうした瞬間にやっぱりこうバーッと落ちていくっていうのがあったりとか、ね、絶対ありますよね。ありますね。ありますよね。だそれ気か。そうなんですよ。でそういうのこう単純な動作なんで、そういうのもこう練っていく。あとはその心が動いた瞬間、心って見えないじゃないですか。形もないし重さもないし匂いもないし、はい、でもやっぱ何か考えて動くわけじゃないですか、はい、まあ、無意識で動いてるんですけども、ちろんその心が動いた瞬間がチャンスだっていうのもあるんですよ、ね、例えば、うん、これがこうバチッていくから、ここをこう打ちますね、はい、でこっちはこの、まあ、これぐらい、ここからこの辺から、まあ、これだけ動かせばいいわけです、はい、僕はここからこうで、でもここでもうこの反応しようです、はい、打つぞって気があるともう反応する。だから手が速くてもこんな手前で打たれちゃうんです、はい、でもこれを気を出したりしながらもまた隠したりすると打ってやると反応できないとかあるんですよ。それは技術ですか？技術です。あの虚実ですね。こうこっちよし行くぞ行くぞって今実じゃないですか。だから反応するんですよね。これを自分の心をふっと虚にするんですよ。そう相手も抜けちゃうんですよ。人間って同期してるんで多分だからバーっていってふっとこっちこう気を抜いたりすると向こうも気を抜けたりするじゃないですか、はい、休んだり。ああいう感じですよね。で反対に例えばこう正座していただいて、はい、僕動く方に動かしてもらいます、ね、はい、そうこう、はい、遅いじゃないですか、はい、でもこれが触れてれば、はい、どこでもついてくれるんですよ、はい、で皮膚感覚ってものすごく早いんですよ、はい、目で見る脳で判断する、はい、皮膚感覚ものすごく早い、はいはい、だそれを利用すると今度例えばパッといってこっち行くとこれは反応してくるんです、うん、どうしてもでもここに残したままだとこの皮膚感覚でここにまだあるっていう脳がそこからこっちに蹴られるとか、そういうのも利用するんですね。僕にはちょっと難しいと思いますけど、例えばなんかくっついた時ですね、はい、ここで当たってるその皮膚感覚をうまく使えれば、逆に言うとジャブを少し残しておくためにってことですか？そう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 、ジャブをパンと言って残しておいて、そうそうそう、パンと全部一緒だと思います。中先生、これ村田選手と体験していただいて、はい、大丈夫です。いいですか、はい、あのここにパッと行くんですか。で普通に打つと、はい、もうここで反応しちゃいますよね。だから手が早く立って、はい、こう早く行きません、はい、はいはい、それをこれから打って反応行くんですよ。そう、はあ、分かんない遅れるんです、はあ、はい、
だからそういう僕らはそういうフェントも体のフェントではなくてプッとこう抜いてあったりして、でパカーン開けたり相手も自然同期して抜けちゃうんで、人間って面白いんですね。だから武道ってだから昔もともとは殺し合いだったんで、やっぱすごく研究されてるんですよとか、進歩の方ですね、技術もそうなんですけど心の方ですね。だから昔その技術よりも心が重要だったってことで山に入ったり禅をしたりして心を磨いて平常心を磨くってこと。だってあんなの怖いじゃないですか、あれ持って切り合いなんて信じられないですよね。考える暇なんかあったら終わってますよね。そうですね、はい、もうさっと俺ですから。無じゃなきゃ勝てなかった。そうですね、無にするためにだから、はい、そういうことやってきたんでしょうね、はあ、じゃあ英語の空手じゃなくて空手道というところなんですね。そうなんですよ、はあ、で今オリンピック入りまして、はい、まあ、それはやはり向こうに行ってそのやっぱりヨーロッパ人の感覚で新たに作られたルールで作られた空手なんですね、はいはい、まあ、それもものすごく重要ですし、はい、ただ我々は あくまでも日本の文化一表現としてのこの武道空手というものを世界に広げている立場ですので、はい、だからやられる方もみんなそういう東洋に憧れたり日本の文化に伝統に憧れている人が非常に多いんですよね。あ、はい、だからそっちの方がいいですよね、うん、やっぱり道がつくものって違うじゃないですか、はい、茶道にしても、はい、空手道柔道道がつくものって結局はその精神性なものとかであって、あの弓と禅っていうのにも日本にいらっしゃったドイツ人の方が、はい、その世界観 に、はい、のにも感銘を受けてって話もありますけど、うん、結局はあそこなんじゃないかなと思いますね。だからすごくあの本を読んで僕もいろいろ調べたんですけど、はい、やはり球っていうのは球道の球ですね、はい、これはもう何千年前から形も何も全く変わらないわけじゃないですか、素材も、はいはいはい、でも同じ的を当てるっていうことを目指すアーチェリーっていうのは、はい、もうどんどん進化してるわけですね。あ、最高の素材を使って、はい、最高のハイテク機械を使って、はい、当てるって目標に対してどんどん更新してって、はい、当てやすくするわけじゃないですか、はい、でも球の場合は全く変わらないわけですよね。狙う照準器さえないわけですね、はい、じゃあどうするかというと自分を変えていくわけですよね、機械じゃなくて、はい、自分をどん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 変えていくと、うん、でも目で狙わなくても当たると、はい、でも西洋の人たちは狙わなきゃ当たるわけないじゃないかっていう、やはりその部分が面白いと思う。あの中にも書いてましたよね、はい、今しがたそれが現れましたでしかもあれ、あの師範が暗闇の中でも目をつぶった状況でも本当に的を得るっていう、はい、しかも1本目が同じところに入るっていうのは、あれは痺れましたね。そうですよね、あの感じ。いや、そういうとこ、そういうとこやっぱ目指したいですよね。あれがだから日本人の目指す世界観なのかもしれないですね。はい、だ、外国人にはちょっとわからないところだと思うんですよ、うん、いや、でも武道を始めた人はやっぱそういうところに惹かれてるんですね。僕なんかは慣れないからこそ憧れちゃうと思います、うんうんうん、やっぱりこういうボクシングという本当西洋なスポーツをやって、でしかも道ではなくてどちらかというと名誉だったりお金だったりを求めるっていうのがこういうボクシングというまあ道じゃないですか、はい、そういう道に行きながらもその道に行っていく自分に対しての矛盾を感じて、こういう道というものの大切さを感じながらも、でもここに多分僕っていうのはたどり着けないんだろうという、たどり着けないからこそ憧れるものだと思いますね。いや、僕今すごい鳥肌立ってるんですけど、やっぱすごいですね。やはり行かれる方はそこに行くと思うんですよ。もう十分どうなってると思うんですよ。全然ですよ、もう口ばっかりで何も出てなくて本当口先八丁。いやいやいや、やはりそういうところにやっぱ憧れるんですかね。やっぱり結局はそこですよね。はあ、わあ、すごい話を聞けましたね。この半年後2人の再会が実現しました。黒帯ワールドと村田亮太チャンネルでぜひご覧ください。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。 黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。